用意スタート。はい、交代。皆さんこんにちは、市岡元気です。今日はですね、鬼滅の刃の実験をしてみたいと思います。機能回復訓練のシーンありますよね。あそこがね、僕すごい気になっていて、何度もね、あそこね面白いんでアニメ見返してるんですけど、機能回復できるとね、全集中を常駐させることができるようになると、でっかいね、ひょうたんを割ることができるっていうシーンがありますよね。いや、本当にあれができるのかなと、炭治郎たちがどのくらいの肺活量を持ってひょうたんを割ったのか確かめてみたいと思います。じゃん、めちゃくちゃでかくないですか。どれくらいでっかいかっていうと、見てこれ、これ300ミリリットルのフラスコですね。全然、めっちゃでかいですよね。でこれね、ヤフオクで手に入ったんですけど、1億の人に1億の母あれど、我が母に勝る母なし。ちょっと言ってることよくわかんないんですけど、まあね、これを使ってね、実験していきたいと思います。ではね、まずじゃあ僕がね、これをね吹いて割れるかやってみましょう。まあ、そもそもね、これで割れちゃったらね、僕がすごいってことですね、これね。いきますよ。中から何か出てきた。なんか中から出てきた、これ。なんだ、ゴミがいっぱい入ってるな、これ。なんか変なもん垂れちゃったな、これ。まず。まず。なんかが逆流してくるの、これ。ちょっと伊藤くんやってみてよ、これ。うん、まずいの体験するんじゃなくて、伊藤くんが割れるかどうかっていうところね。アルコール致死ですからね。まずっ、うん、割って割って、全集中だ、全集中全集中ちょっと全集中の常駐をちょっと極めて割れ、割れろ、割れろ。どう、無理っす。割れる気配はナイス。ダメか、人間技じゃこんな硬いひょうたん割れるわけないですよ、これ。じゃあね、これをね、どのくらいの力で割ることができるのかね、続いて実験してみましょう。次使うのはですね、こちらですね、自転車の空気入れですね。でこれをこう差し込んで、ここで空気を入れていくと、ここにね、何気圧かなっていうのが見えるようになってます。はい、なのでどのくらいの圧力で割れるのか、炭治郎たちがね、どのくらいの肺活量、圧力を持っているのかね、分かると思うのでね、これを使って実験してみたいと思います。ちょっとね、安全にはね、安全をしっかりね考えて、本当に爆発したらやばいからな。手袋、はい、いや一応念のためね、ここが爆発した時のためにね。はい、ちょっとじゃあ伊藤君これ押さえてて、さあどのくらいで割れるのか、いきます。空気は抜けております。そこをね、キュッとね、抜けちゃうね。やっぱ接着剤で止めなくちゃダメか。じゃあ止めましょうか。じゃあね、ここをね、接着剤で止めていこうと思います。してきた。納豆巻きみたいな匂いがします。納豆の美味しい匂いが、はい、いや納豆巻き、巻きの方です。分かんないな、納豆巻きと納豆の違いが。美味しい匂い。よし、はい、こんな感じでね、しっかり埋めたので、接着剤乾かしてまたチャレンジしてみたいと思います。はい、ではね、接着剤固まりましたのでね、やってみたいと思います。さあどのくらいで割れるか、ではいきますね。いきます。お、え、なんだ入っていかない。あれ
ちょっと折ってるよね、しっかりね。いくよ。もうちょっとしっかり折ってくれる？なんかいけた気がするか。ちょっと続けてみようか。あ、入ってってはいるのかな。だんだん抜けてってる気がする。早くやればいいのかな。ちょっと早くやってみるね。おお、1気圧って2気圧か。倍入ってはいるのかな。このそのあれだね、ひょうたんがでかすぎて入れても入れても入って溜まってかないのかな。あ、これで2気圧だ。いった。ああ、これちょっと大変だからこれ乗せよっか。はい。でも抜けてくるな、やっぱ早くやんないと。これちょっと伊藤君連続でこれ早くやるしかないな。いくよ、用意スタート。はい、交代。はい、交代。これいかねえんだよ。やばかったっすね。あれめちゃくちゃ大爆発してましたね。なかなかね、こんな映像ね、他の YouTube ではね見ることができないと思うのでね、ここだけだと思いますからね。ひょうたん割れるったってどうせまあこういう木みたいな材質ですから、アニメみたいにあんな風にバーンって爆発するなんて全然ないよって思ってたんですけど、空気入れでひょうたん爆発させましたけど、この空気入れはね、自転車のタイヤに空気入れるためのものなので、ひょうたんをね爆発させるのには使わないようにしてくださいね。ほんで空気入れ実はね10気圧ぐらいまでいけるんですよ。だからそこまで行ってでも割れないんだろうなと思っていて、ペットボトルとかね12気圧くらいまで持ちますからね、そのくらいでも割れないんだろうなと思ってて、こんなね炭酸ガスも準備してたんですよ。これだったらね30気圧くらいまでいけるんで、もう確実に割れるかなと思ってて、まあそれでも無理だったらね、必殺液体窒素で、液体窒素を中に入れて爆発させようと思ってたんですよ。意外と簡単に割れちゃいましたね、ひょうたん。でも抜けてくるな、やっぱ早くやんないと。これちょっと伊藤君連続でこれ早くやるしかないな。いくよ、用意スタート。はい、交代。はい、交代。これいかねえんだよ。ほら早く、どうぞ早く頑張って。いけたね。すごい。やばい、これどんくらい、何気圧だった？え、いや、あの僕これ予想してたのはどっか一箇所がピキって穴が開いてそこから抜けるのかと思ったんですけど、すげえな。2気圧から3気圧くらい、つまりあのひょうたんの中に2倍から3倍くらいの空気が入ると爆発するってことが分かりました。いや、あの爆発ですよ、もうほんと炭治郎とかね、みんなこうやって口でふーってやってましたけど、この目の前であの爆発起きてるんですよ。めちゃくちゃやってようやく割れるくらいの勢いだったんですけど、さすがにね、やっぱ人間技じゃないですね、こんだけ爆発させるだけの威力をこの中に詰めるってことは、肺がそこまで持つだけの圧力を耐えなくちゃいけないってことですからね。肺の筋肉を鍛えておかないと肺も爆発しちゃいますからね。すごいってことがね、この実験で分かりました。はい、ということでね、本日の実験いかがだったでしょうか。すごかったですね。鬼滅の刃もこれから楽しみですね。あとお知らせがあります。来る2月15日にですね、ロマンチックリスナイトというイベントをね、こちらで開催いたします。説明欄から見ていただいて、僕のサイン付き本のねチケットとか販売してますのでね、興味ある方はこのラボで一緒にロマンチックな理数系のお話を一緒に聞きましょう。そしてですね、この YouTube 内で生配信もやろうと思います。ぜひ見てください。
ツイッター、TikTok、Instagram などいろいろやってますのでね、そちらでも面白い実験とかね、実験この後の経過とかね報告してますので、ぜひそちらの方の登録もお願いします。